なるほど。この辺の角度、それからフォローでのヘッドの走りっていうのを覚えていかないと、はいはい、この目標の距離には到達しないかなっていう。球打ちというよりも、どういうふうに体とか、まあ、今回手が多いんですけど、手の使い方、どういうふうに使っていけばいいかっていう、その仕組みを知るために、ボールがあると、ちょっとボールにこう、えいってアジャストしちゃうじゃないですか。そうですね。だから、まずボールを置かずに、どうやって手を動かしていこうっていうことで、エイジさん大好きな素振りから入っていきます。で、素振りから入っていくのも、ちょっと小さめにさっきも言いましたように近いんですね、はい、で大きさ的にいくと、大体まあ腰の位置か、まあ、もうちょっと上がってもいいぐらいのところから、フォロースルーもこの腕が水平になるちょっと手前ぐらいのところ、はいはい、でこの時のテーマとしては、グリップのプレッシャーをまずダラダラにしてください。ダラダラに、はい、普段どのぐらいの力を持ってます？あんま握ってないつもりなんですけど、うん、30%。 じゃあ、5% 以下、無消費税以下で切ってください。ですか、もう、ほんと触れてる感じです。はい、はい、で、もし万が一クラブが飛んできても、はい、全然スクに破けても問題ないですか、20万ぐらいなんで。そうです。全然問題ないんで、とにかくダラダラにしてください。いいですか、はい。で、ちょっと T が低いと、初め難しく感じちゃうので、ちょっと長めにしてください。で、当たったらラッキーと思ってください。はい、で、さっき言った小さな半分ぐらいのスイングでフォローで止めましょう。はい、はい、力を入れて止める感じじゃないですよ。腰から腰で、はい、一回軽くじゃあ腰から腰でやってみましょう。はい、はい、もう一回いきましょう。で、下見てましょうか、ボールね、はい、下に入って今ぐらいの力抜いて上手でしたよ。はい、もう一回いきましょう。だらだらね、下を見てくださいって言った瞬間に、なんか下半身も止まっちゃったんで、先ぐらいからパーンって抜かしたんです。はい、そうそう、下もちゃんとですよ。はい、OK、ちょっと一回見てください。で、これ上の2つの画面が今やられた動きです。で、下がさっきのですね、さっきのはダウンスイングの時にこういう感じで来てたわけですよね。なんか確かにダフりそうな感じですよね。意外と上がってるんですね。そうなんですそうなんです、意外と上がる、みんな意外と欲張りなんですよね意外と上がってる。で、力を抜いただけでこうやって、あ、なんか違いますよね。なんか違う、はい、これ見てください。これまだ8時の状態の時の、あ、さっきよりめっちゃ上がってる。90度がだいぶこう、はい、あ、もう近づいたら90度超えたぐらい鋭角になったんでいいですよ。これさっき134度ぐらいでしたよね。そうですね、134度ぐらいの角度だ。もうこの差なんですか、50度ぐらい変わってきたとで、インパクトした後になんかちょっとこう詰まってヘッドが走んなかったですよね。できれば角度作ってきたのに180度ぐらいの感じで来てるんで、はい、それが、あ、水平の時に走ってくるわけですよね。すごい、こういう感じで来てくれるわけです。すごい。で、このイメージで球って今当たる感じしないじゃないですか。で、これで当たり前のように当たるまで約2ヶ月かけてやっていきたいんですよ、はい、極端に言うと。で、ここが変わってくると本当に距離が変わってくるんで、はい、これがもう石井さんにとっての練習、はい、物理的に2ヶ月できますか？できちゃう人は全然います。よし、ただできない人ももちろんいますできるようにしたい、まあ、できるでも今変えたのは何かっていうと、いつもよりも小さいスイングをしましょうっていうと、はい、あと最大なのは手の力を抜きましょうじゃないですか、はい、で、抜いたことによってヘッドの重さでこうやってポッとたわんでくるんですよ、はい、で、フォロースルーでもグリップの力を抜いたことによってヘッドの重さでパーンと勝手に走っていってくれるんです。だ、このヘッドの重さっていうのを少し利用していきたいな、はい、それを今までは石井さんのは、うん、クラブヘッド先っちょでこのボールをなんとかさばいてやろうっていうこのちょっとがっついた気持ちが無意識のねがっついた気持ちがこう働いてちょっとこっち側でちょっとこう詰まっちゃったっていう感じなんですよ、はい、うん、ここを抜いていただいてパーンと使っていくっていう感じのイメージをやってみます。最後からやりましょう。そうして小さく、
すごいことです。ちょっと大きかったな、フォローが、はい、もうちょっと小さいですね。はい、OK ですね、はい、はい、そう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 、うまいうまいうまい。あ、いいですね、センスしかないですね。上手、そう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 、はい、これ打ったらどっちに行きそうな感じかとかあります？なんかあんまりそれ感じないですか？あ、まあ、うん、あんまり期待はそうです。で、これを、はい、ポケットにピッとしましょう。で、今、7、8回かなぐらい振った中で、はい、綺麗に T に連続でこう当たったかっていうと、正直全部ばらついてたじゃないですか、はいはい、だから今打っても絶対当たらないってことなんですよ、うんうん、まず素振りの中で今の T、そこにある T に綺麗に、あの、まあ、10回振ったらできれば7、8回ぐらい、うん、パチーン、パチーンって当てられるようにしていくっていうのが大事です、はいはい、上手、言った瞬間に集中力が分からない。うまい、はい、そうそうそう、すごいっすよ、うまいうまいうまい、うますぎる。はい、あと4回、6、はい、おお、すごいっす、はい、4、はい、3、はい、はい、2、はい、2丁、じさん、もう言った瞬間から10回中10回、もう本当にすごいと思う。集中しました。じゃあとにかく集中してください、はい、で次のセットは大変です。今のが球のない状態で動きだけを考えてできたじゃないですか、はい、で今度は5回ぐらい振ってから僕がこの上に球ポンと置きます、はい、で置いた時に問題はボールがあってもさっきの T を当たったような動きで当たるかなんですよ。当たるかっていうか、あの、動かせられるかなんですよ。そうですね。で、その時に球の当たりはどうでもいいです。はい、シャンクしようがダフローが変なんだから空振りしよう、何でも OK です。はい、その代わりボールがある状態でさっきと同じ動きをやってください、うん、はい、これがやれなかった場合罰ゲームとして素振り200ぐらいそのぐらい、そのぐらい球どうでもいいんだよ。わかりました。はい、はい、いい音、3、4、5、おぉかなの、おぉすごいすごい、お、止められた。これは球ありで結構頑張った方ですね。ここでもこんな頑張ってて、インパクトぴったり、うまい。で、クラブがちゃんと走ってきて、おぉもう、あの、できたこうチキンエルボーとか膝がクッとこう出てくる動作がチキンエルボー全くない。で意外とこうフェース管理が上手なんで、うん、あの少しこうフェースをこう開きながら来て、うん、インパクトの直前からフォローにかけてこう閉じるっていうちょっとこう回転作業が比較的多い方なんですけど、はい、ただその多いとやっぱり球の曲がりって結構大きく曲がっちゃうんですよ、うんうん、ところがすごくこうなんていうんだろう、うん、うまくそれをコントロールできてるんで、とりあえずここはあんま変えなくてもいいのかなって。まあ、70代を1回出してみたいってことだったらとりあえず今はいいと思うんだけど、はい、あの安定して70代を出したいとかいう世界に入っていった時は大体スコアで言うと良くて74、5、悪くても84、5ぐらいで収めて70代で回る感じになるんですよ、後半で。かっこいい、うん、そうなった時にちょっとこの開閉の作業は練習量が減った瞬間から急に球がばらつきます。で今のピッチで練習してたらそんなにこう悪くはならないと思うんで、女性の場合だったら、はい、うん、これ男性でちょっと力がある人だとバーンとこう返そうとしてくるから意外とこうチーピットが曲がっていっちゃうんだけど、女性なんでそこまでこう大きな曲がりはないかなというところ。なんでフェースの管理はちょっとまあ、うん、まあその先の展開だと考えておいていただいて、とにかく今はこの溜めるっていう動作とフォローするで走らせるっていう作業をたくさんやるってことです。まとめていきますけど、この形が今こう大きさの中で石津の最大の欠点のところの
ためとフォローするっていうのがこれでできるじゃないですか、はい、でこれができたらあとはもうちょっとだけ今ここで止めてるけど、ここから少しこう腕を上げていくっていう感じでもうフィニッシュまでこう作れてきちゃうんで、はい、だ思ったより今の作業ってすごいこうなんか初歩的な感じと思うかもしれないけど、うん、スイングの大体 70% から 80% って言ったら大げさかもしれない、 70% ぐらいはもう出来上がってると思ってください、うん、段階としてはこの状態をまず練習して、次に3クォーターズこの辺までを練習して、最後にフィニッシュをきれいにはめ込んでいくみたいな展開でやっていくといいかなと、はい、それに費やす時間が、初めは2ヶ月ぐらいがこれをやって、その後に、まあ、4月か5月ぐらいからフィニッシュを持っていくみたいな感じのちょっとあの余裕を持っていた方がいいです、はい、っていうのがショットの練習、はい、で、一つの動きに人間が慣れるのにゴルフ関係なしで大体何回ぐらいやると自分のそのやってなかった作業が得意になっていくかというと、慣れるかというと2万回と言われてるんですよ。2万回2万回だから言って真面目ですね知らない漫画家じゃなくてもいいけど、大体1日にこう100回ずつやったとして、100回ずつやるじゃないですか、で1週間に今3分8回だから2回、はいはい、2回ですね、2回練習行ってみますよね、そうすると1週間で200回だから月で言うと800回しかできないんですって考えていくと果てしない時間になりますよね、はい、でそのつもりで、練習場行ったら今日は球が右行くな、右に行くからこうやろうとか、その日のための練習はやってもゴルフって上手くならないんで、はい、どういうふうに向かっていくかっていうベースを、もうテーマを作って、うん、そのテーマに基づいてやっていくとすごく上手くなる、本当素質があるから、このお世辞とか抜きで、はいうん、それからあとはそのアプローチとかパターンっていうのを、まあもしね、あの石井さんがあの、ね、やっぱ相性もあるからレッスンで、はい、でまたもし気が向いてあれでしたら、このアプローチパターンっていうのもテーマになるで、はい、それまでずっとちょっとこの練習っていうのがベースでやっていただければなというところなんです。はい、よろしいでしょうか。もう何も言うことないですというところで、はい、ありがとうございます。どうでした、もうあっちゅう間ですよ、30分くらいじゃないですか。分かりづらいっていうことももちろんないし、なんかもう分かりやすすぎてポンポンポンっていって、こういう練習しなきゃいけないんだって、すぐなんかもう3年半何だったんだみたいなそこまでしかも多分今日私がやったこの練習は全くの多分初心者の方でもこれは多分すごくいい練習になるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。